さて今回もやってまいりましょうか。ゼルダ無双厄災の黙示録、今回ねちょっと僕上機嫌です、鼻から。なぜかっていうと、これあの甲賀様が前回から使えるようになったんですよ。で、甲賀様と言われても容姿端麗彩色兼備剣胆バリボリのリンク君を使い慣れていると、まあどうなんだみたいないぶかしげな顔で使ってみたらめちゃくちゃ良かった。それをね、ぜひとも紹介したい、今回。というわけで料理も食べておりますので、始まりの第一、救援戦。始まりの第一が始まりの第一だった時の頃のお話。すごく楽しみ。ついに、封印の力が覚醒したゼルダ。さらには旧敵であったはずのイーガ団までも味方に加え、ハイラルの人々は今一つにまとまろうとしていた。そんな折、果ての砦に旧砲が飛び込んできた。始まりの大地でハイラルの残存兵が苦戦しているという。ゼルダはすぐに救援に向かおうとするが、皆、まだ戦っている、急がなければ。ですが姫様、遠すぎます。今から向かっても。はいはいはい、そんな皆さんに朗報だよ。あちらをご覧あれ。塔が、あそこの端末から城の制御装置に干渉できないかいろいろと試してたんだよね。それが見事に大成功。シーカータワーは全機再起動したよ。やったね。さあみんな急いでシーカータワーへ。シーカータワーへ例の移動機能を強化しておいたのさ。強化ってそんな簡単に。それもこれもそいつに内蔵されてた謎の古代技術のおかげ。そういうわけで、ハイラル各地の塔へどこへでも軍勢丸ごと瞬時に移動できるはずだよ。行きましょう。うん、いきなり始まった。これもうワープしたってことで大丈夫か。甲賀様出ました。ちょっとね、移動方法の段階でもすでに面白いんですが、見てて、行くよ。はいはい、見て、大男みこしが出てくる。一生使えます僕も。これ最高じゃないこれ。一生使うわマジで。でこれ開口線が出せるんですよ。うわーって、こんな感じ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 。すごくない、すごくない、甲賀様すごくない、すごくない。一生使うだろこんなの。みんなもこの大男みこし、みんなもやりません？これだけでいいの？これだけで勝てるゼルダムス。ちょっと開口線、開口線。祠の軌道のためにこの子を連れて行ってください。ああ、いいよいいよ。ギルおいで。一緒に来てくれる？開口線、開口線がなくなったよ。苦戦しているようだね。あ、危ない危ない危ない、本当に危ないじゃん。ハイリア隊長が倒れてしまえば我々の戦い終わってしまう。たわいなしだ。あとでユンボウも使いたいね。こんな坂とか大男みこしの道みたいなもんじゃん。普通にリンク君が階段駆け上がるのとどっちが早いんだろう。開口線でいけるかもな。ああ、そう、よし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 。で、ビビ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 、最強マジで。た、え、た、え、て、え、な、な、なんで倒せてないの？なんで倒せてないの？爆弾とか。早く。おお。ヒヤッとした。ここ時の神殿じゃない？そうだろう。違うかな。そんな感じに見えるんだが。ライネル？時の神殿だろ。あ、下がって、コロちゃん。よし、ライネルぐらい
目じゃない、目じゃないぜ。今のすっごいいい感じだね。シーカータワーに長谷さんじました。どうなるっていうんだ、登っていかなきゃいけない。ワーブ、あ、ワーブ。あ、塔の中じゃないな。始まりの快晴の祠だ。一刻も早く、あ、中に行かなきゃいけないんだろう。この中でしょ、この中でしょ。あ、違った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 。行くよ。ここ確かさ、階段壊れてましたよね。登って、あー、同じだ。100年前も100年後も。コロちゃん乱舞してるな。さあ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 さ、コロちゃん懐かしさ。コロちゃん、またいる、またいる、怨念のガーディアン。あっ、男みこしい。壁だった。ドカタゴロちゃんも出てきた。またチャンスくれるんですか。ちょちょ、ボコちゃんたち邪魔しないで今。勝手に落ちたんだけど、こいつ。イーガダン幹部がガーディアンを倒した？幹部激強？よし。終わった？プルアちゃんウィンドウの時めちゃくちゃ可愛いんだよな。無事だったのですね。これのおかげよ。これがわしを救ってくれたのだ。誰かの助けになりたいというお前の心、わしはその心に救われたのだ。真に己の責務から逃避していたのはわしの方だったのかもしれぬ。許せ。そんな、お父様はどんな時も誰より私を思ってくださっていました。これまでお父様が追われてきた重荷をこれからはどうか私にも負わせてください。ゼルダよ、お前はわしの、いや、ハイラルの誇りよ。お前の力があれば厄災を封じることも叶おう。
各地に残る全ての戦力をハイラル平原に集結させよう。ゼルダと共にハイラル城を奪還するのだ。そうなんです。ゲルドの町とイーガダンのアジトっていうのは案外目と鼻の先にありまして、イーガダンアジト、あなたこんなところで何してるの？バレッタ、ここは雷鳴の兜を奪った賊のアジトよ。奴らに見つかったら仲間を呼ばれて一巻の終わり。せめて奴らの気を引く何かがあればいいんだけど、あいつら警備してるかバナナ食べてるかぐらいで他に全然隙を見せないのよね。もう十分十分バナナ十分。あなた早く逃げて。そんなこと言われちゃ、あ、バナナが備えられてある。どういうこと？では、出た。いきなり筋肉もりもりマッチョマンのガチムチイーガダンさんが、あれ尻尾つけてんの？あ、違うや。なぎなただ。なぎなただ。これはなぎなたやね。大きななぎなたやね。あ、なんかさ、お尻の穴とかにさ、なんかぶち込んでなんか尻尾？獣の尻尾になんか似せれますよみたいな。そういったアイテムが世にあるっていうのは僕もなんか多少なりとも心得があるわ。お、おいた。なんかほっ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 て聞こえる。ほっほっほっほ、おおなんだ、ドリフターズみたい。取ることはできた。絶対バナナを噛んでもよかったよね、今のは。じゃあ、あ、宝箱がある。くそ、取りたいけどね。気づかれたか。気づかれてはない。ここに来て静粛性、やはり重要。後ろを取ることなど簡単。むせ替えるぐらいのバナナ。もらってこう、もらってこう。うおー、表示限界。宝箱も。これは？トバーズ。よりどり緑になってきたな、宝石も。ルビー、ルビー、ルト。あ、違う違う違う。ここまで来れば、ほら、なんか宝箱ある。なんだろう。剣バナナかよ！宝石も十分、ルピーもまあまあってところか。じゃあ、行きましょうか、ここ。ペラ！そうすると。はっ！おい！お前誰だ？俺様の昼寝場で何をしている？ん？ん？お前が腰につけているやつ、それはもしかしてシーカーストーンか？シーカーストーンということは、お前俺たちが探していたリンクってやつか？うおー、ラッキー。探してたやつが自ら俺様のアシコに前々に来いとるのか。おっと失礼。俺様の生かした名を教えてやろう。イーガ団の総長、強くたくましい男、それがこの俺、甲賀様だ。イーガ団の甲賀様だと。覚悟しな。かぶいたな。イーガ団総長甲賀様、こいつばっかしは普通に装備変えよっと。よっしゃ、かかってこい。行くぞー。おらー。くっ、俺様がここまでやられてしまうとは。なんだってこんなやつに。こんなことがあってたまるか。おっと、つい怒りに我を忘れてしまった。くっそ、いまいましい。このままやられるわけには。お、そうだ。この俺様を本気にさせてしまったようだな。代々伝わる奥義でお前を葬り去ってやる。これで終わりだ。わっ、わあ、巨大すぎたか。お前が見えなくなってしまった。まあいい。
どうせお前は今に消えていなくなる。この奥義はな、一族の王者のみが使える究極の。卑怯者、覚えてろ。若い衆、あとは頼んだぞ。あ、宝箱が出てきた。